エブロ川川口の海戦は、第二次ポエに戦争中の紀元前217年春、エブロ川川口で発生した海戦。ヒミルコ率いるカルタゴ海軍の40隻の5段海戦と、クナウス・コルネリウス・スキピオ・カルウス率いるローマ海軍の55隻が激突した。イベリア半島におけるカルタゴ軍の司令官であったファミルカルバルカは、エブロ川以北のローマ軍を撃破するため陸海合同。 遠征軍を派遣した。しかし、カルタゴ海軍は、ローマ軍の奇襲により29隻を失って大敗し、イベリア半島周辺の聖火権を失った。この勝利により、イベリア半島における、ローマの評価はさらに上がり、カルタゴ支配下にあった、いくつかのイベリア人部族の反乱を招いた。紀元前218年冬の喫茶の戦いで反応に、勝利して、以来、グナエウス・スキピオは、 エブロカワイ北のイベリア半島で、ローマの地方を固め、タラッコに置いた、根拠地からエブロカワイ南のカルタゴ拠点に襲撃を繰り返していた。グナエウススキピオが、ローマ本国からの増援を受けていなかったのに対し、ハスドルバルバルカは、イベリアで兵の召集を行い、軍の規模は拡大していた。紀元前218年に、ハンニバルが、イベリア半島を出発したとき、 イベリアに残ったカルタゴ海軍は5段海戦32隻と3段海戦5隻を有していた。紀元前218年冬、ハスドルバルは新たに10隻の5段海戦を建造し、乗組員の訓練を行っていた。紀元前217年春、エブロカワイ北のローマ支配地域に対して、陸海合同遠征軍を組織した。ハスドルバルは陸軍を指揮したが、 その兵力は詳しく分かっておらず、副官の秘密コに海軍の指揮権が与えられた。遠征軍は沿岸沿いに進み、夜間には艦船は陸軍の側に停泊した。グナエウススキピオはカルタゴ軍の兵力が自分を上回っていることを恐れ、海戦によって決着をつけることとした。イベリア進行時のローマ海軍は60隻の五段海戦を有していたが、 ローマに25隻を送り返したため、原油数は35隻に減少していた。しかし、ギリシャ人同盟都市のマッシリアが20隻をローマ軍に提供した。エブロ川に到着すると、カルタゴ海軍はその河口に停泊した。艦隊は十分な食料の運搬能力を持たなかったため、乗組員は食料収集のため上陸した。ハスドルバルは、 ローマ陸軍の動きを探るための偵察隊を出していたが、ヒミルコは、ローマ海軍偵察のための偵察官は出していなかった。マッシリアの船二隻が停泊しているカルタコ艦隊に近づき、気づかれずに離脱して、グナエウススキピオにカルタコ艦隊の到着を知らせた。ローマ艦隊は、タラッコを出版しており、グナエウススキピオが警報を受け取った時には、 カルタゴ艦隊の北方10マイルに位置していた。グナエウススキピオは、寄り抜きの軍団兵を乗せ、カルタゴ艦隊攻撃のために出撃した。ハスドルバルが派遣した陸軍の偵察隊は、ローマ艦隊の接近を確認し、カルタゴ艦隊に対して、のろしを使って警告した。しかし、多くの艦船の乗組員は上陸中であり、慌てて乗組員を戻してバラバラに出版した。 各艦の協調はほとんど取られておらず、乗組員不足の艦もあった。ヒメルコが出版すると、ハスドルバルは陸軍兵を海岸に集めて、艦勢を上げさせ、海軍を元気づけた。ローマの奇襲及び数的優位性だけでなく、カルタコ艦隊の1、4は訓練が不足していた。ローマ艦隊は35隻のローマ艦が、前方に20隻のマッシリア艦が、 後方に戦列を組み、連度に優れたマッシリア艦は、カルタゴ艦の軌道を封じ込めた。カルタゴ艦が川口から出てくると、ローマ艦はこれに、昇格攻撃を実施して4隻を撃沈し、2隻に、雪原攻撃を仕掛けて露格した。カルタゴ艦の乗組員は戦意を失い、陸軍が守る海岸に乗り上げた。このうち23隻を、ローマ軍は露格した。長期的な観点から、 カルタゴにとって、この敗北は大きかった。ハスドルバルはその根拠地であるカルト・ハダシトに引き返すことを余儀なくされ、またカルタゴ主配地に対するローマの会場からの攻撃を恐れる必要があった。イベリア半島のカルタゴ海軍が粉砕されたため、カルタゴ本国から艦隊を呼び寄せるか、あるいは新規に艦艇を建造する必要があったが、いずれも実施されなかった。 イベリア人乗組員の戦闘能力は不足しており、また彼らを解雇したことによりいくつかの部族が反乱し、その鎮圧のためにカルタゴ本国から不評4000と騎兵500を送ることが強いられた。ハスドルバルは紀元前216年の1年間をこの反乱の鎮圧に費やした。紀元前217年、カルタゴの本国艦隊が 古さからイベリアに向かっていたローマ輸送船団を打破した。プブリウス・コルネリウス・スキピオは、その年の秋に、イベリアに8000の兵と共に到着していたが、イベリアからハンニバルへのいかなる支援も立つように、元老院から命令されていた。これは、紀元前211年以前に、ローマがイベリアに送った唯一の増強兵力であった。スキピオ兄弟は、 カルタゴ支配下のイベリアを襲撃していたが、紀元前215年にデルトサの戦いでハスドルバルと対峙し、これに勝利した。グナエウススキッピオにより、ローマ艦隊の優位性が確保され、その後はローマからの海上補給がイベリアのカルタゴ艦隊に阻止されることはなくなり、また、ローマ艦隊がカルタゴの拠点を自由に襲撃できるようになった。 それ以降のカルタゴ海軍の大規模な活動は、紀元前205年のマゴバルカのイタリア侵攻まで実施されなかった。ありがとうございます。